はい、今日は怪しげなラーメン屋さん天天牛にやってまいりました。見た目怪しい、そして下にこれ鍋、これ何してるよ、怪しすぎるでしょこれ。さあ行ってみましょう。すっごい昭和の店構えだと思ったら中もねバリバリの昭和でしたね。そしてやってきましたのがこちらのラーメンでございます。麺は細麺のストレート麺、もちろんクソシバは片面で注文いたしました。そしてね早速いただいていってるわけなんですが、入った瞬間はラーメンスープの素でラーメンを作ってる、ほら中華屋さんにあるようなラーメンを提供するのかと思いきや、これがまたスープがねしっかりとしてるんです。鶏ガラとね豚骨のね多分ブレンドだと思うんですけどね、癖がないしつこくないうんまいスープです。そこにですねこのニラ入れ放題なんでねニラを入れてみました。そしたらねこのニラがねだいぶニンニク効いてるニラなんですよ。だからねこのねラーメンのスープの味がねガツンと締まってね、またパンチのある味になってね、これはね入れた方が断然美味しかった。もうねクソシバうまいと分かったらどんどん入れちゃってる、入れれば入れるほどね味が変わっていってね、これはこれでねすっごい楽しめる。ほらこんなニラが入ってる、このニラをすくってねスープを飲むとたまんないね、ほんとたまんない、美味しい。麺はね結構ね早めに食べないとねどんどんね伸びてくる感じです。だからねこれはねスピードとの勝負ですね。どんどん食べていっちゃってます。これねニラ最終的にはこんだけ入れたからね、ニラとチャーシューを一緒に食うとうまいっす。これ水飲んでですね、またスープ飲んで、また水を飲んでですね、さらに最後はスープで締めて、ごちそうさまでした。美味しかったです。